お元気様です。久留米市立の平です。本日はちょっと先ほどですね、明善高校の1年生の子が、入会希望で来てたので、ちょっと遅くなりました。はい、ということでですね、去年の11月に公開した動画ですけれども、まあ、ちょっと今年は1ヶ月前倒しで10月に、旧大理系に合格した雄星高校学年1位の子ですね、まあ、うちに来ていて、雄星高校で学年1位までなりました。で、本人は、まあ、大体、雄星高校で学年1位って言ったら、もう、この九州、筑後地区80万人でも上位の方だからですね、ほぼほぼトップレベルですから、東大とかに行きます。はい。まあまあ、明善高校のトップの連中と、張り合えるぐらいの力がある。まあ、要するに、坂西高校のトップの連中と張り合えるぐらいの子なんですね。だけれども、まあまあ、東大じゃなくって、東大行けませんと。うん、もう、福岡から離れられませんと。いうことで、旧大の方に行きました。で、まあ、英語学年1位、数学学年1位、科学も学年1位。で、物理はちょっと計算ミスで学年2位だったんですけれども、じゃあ、それくらいの生徒だったんだけど、旧大の二次試験の英語取れたかっていうと、全然取れなかったって言ってましたね。はい。で、二次試験の英語と数学は取れないよっていうことは、もう前もって私が言ってますからね、この動画でも繰り返し言ってると思いますが、まあ、取れないっていうようなことなんですけども、まだ英語よりは数学の方がちょっとは取れたというようなことは言ってましたね。で、やっぱり圧倒的にもう理科2つで、もう理科2つがバッチリ取れたからっていうことですね。もうこれはもう合格パターンです。はい。ということで、まあ、旧大の理系、まあ、なぜ福岡県の子たちがこんなに九州大学全然合格しないのかっていうことですね。はい。福岡県の先生たちは、旧大の合格者数がどん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 減っていってます。はい。で、福岡県外の熊本とか長崎とかね、そういったところの子たちはどん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 旧大の合格者数増えてます。これなんでかっていうと、熊本とかそういうところでは、ものすごくね、村社会が徹底してますので、九州大学にどうやったら合格するのかっていうことが、徹底的にもう研究されてます。はい。もう誰でも知ってるっていうような感じですね。もう近所のおじちゃん、おばちゃんとかが、今私がこうやって解説していること全部知ってるっていうことがですね、びっくりするんですよ。熊本で2年私は働いてました。宮崎で1年働いてました。佐賀でも1年働いてました。もうみんな知ってるんですよ。で、こういうことを福岡県の保護者たちって何も知らないんですよ。福岡県の親たちに、ね、親御さんたちに、聞いても何もこういうこと答えきれないんですね。旧大どうやったら合格するかっていうことね。いや、英語と数学と理科があるんだから全部勉強すればいいんじゃないみたいな感じでね。そんなことしてるから福岡県の子たちだけ九州大学全滅状態なんですよ。もうめちゃめちゃ今減ってるでしょ。旧大の合格者数。ね。前の動画でも、旧大のね、県別の九州大学合格者数ランキングみたいなのを出してますよね。もう全然合格してないと。というのは何なのかっていうと、最近の福岡県の子たちっていうのは、ね、福岡県外と違って塾や予備校に行くんですよ、高校生が。で、潰れるんですよね。はい。で、塾や予備校行って何やってるかっていうと、全然九州大学の合格、ね、合否に関係のない英語とか数学とかやってるんですよね。はい。旧大に合格したいんだったら、理科2つをやるしかないっていうことですね。はい。ということで、昨日はちょっと文系の話しましたから、今日は理系の話やっていきましょう。ということで、まずちょっとお見せするのが先ほどの紹介した、よいしょ、あら、どこ行っちゃった？ほい。これか？こっちか？よいしょ。はい、ということでですね、この子が、雄星高校で学年1位を取った子です。高校3年生の終わりぐらいでですね、河合塾の全統技術模試で、英語学年1位、数学学年1位、ね、科学を学年1位、物理は学年2位ということで、この成績になりましたけれども、実際センター試験を受けてみると、あれ、英語が200点満点で135点だね、ということで、あれって皆さん思ったかもしれませんが、はい、あくまで技術試験で、学年1位だったので、まあ、こういう1次試験のマーク試験に、学年1位かというと、そうではなかったわけですよ。うん。だから、二次試験シフト型の勉強ですね。はい。それを私はやらせていました。もう実際、その、東大とか行っていいような生徒ですから、東大とか行っていいような生徒が、その、ね、二次試験で取れるはずなので、もうそういう子たちにはね、東大式の勉強の仕方というか、私立高校生がやってるような勉強の仕方をさせてました。これ数学すごいんですよね。86、72とか一次試験で取ってるわけですよ。それで、一次試験対策全くやってないんですよ。二次試験対策ばっかりやらせてましたから、一次試験対策をやってないのに、数学でですね、158点とか取ってるんですよ。もう大体160点取るのがもう限界です。160点以上取る子たちっていうのはもう医学部とかを受ける子たちですね。はい。で、医学部を諦めて、そういうふうな東大の、
B1 とか B2 とかを受けるような子たちっていうのは、まあまあ、こんなもんですよ。160点ないとかね、こんなレベルですよ、ちなみにですね。はい。で、やっぱり勝負はもう理科2つですから、理科2つをしっかり取っとかないといけないっていうことですけど、もう一次試験対策やってないから、80点とか85点しか取れてないんですよね。もうこれじゃ全然ダメなんですけどね。はい。でも二次試験の対策はバッチリやってましたから、大丈夫です。はい。ということで、一次試験の点数、こんなにひどいんですよね、この子は。だからもう本人、相当落ち込んでました。一次試験ね。帰ってきてからですね、センター試験が取れなかったって言ってですね、なってましたけれども、もう全然関係ないです。理系の子たちは一次試験取れませんから、もうね、これは。二次試験勝負ですから、はい、一次試験を取りに行こうとして、二次試験をほったらかしにしている子たちは大体合格できません。二次試験はちゃんとやらないといけません。二次試験をやった上で、一次試験でどこまで取れるかの勝負です。はい、ということでですね、まあ、理系の場合はね、文系は取らんといかんですよ。文系の生徒たちはもう二次試験取れませんから、もう一次試験で取るしかないんですよ。うん。だけど、理系の生徒たちっていうのは二次試験の理科でほぼほぼ満点とか取りに行きますから、そうなってくると、やっぱり一次試験では取れなくても、まあ二次試験でひっくり返すということで、いくら一次試験で取れてもですね、二次試験の理科二つで、ね、ひっくり返っちゃうんですよ。だからもうみんな間違ってる勉強の仕方は、一次試験ばっかり勉強して、二次試験の勉強全然やってないっていう子たちがですね、いるんですけれども、もうひたすら二次試験の勉強やっとかないとダメです。理系の子たちは。はい。ということで、文系の子たちと違うのは、やっぱり二次試験、その数学とか理科を勉強しなくちゃいけないので、もう理数系で時間取られて終わっちゃうんですよね。うん。で、文系の子たちは、はい。ということで、英語が難しいんだけれど、文系の子たちっていうのはですね、取るんですよ。この9大のめっちゃくちゃ難しい英語の問題を、文系の子たちはスラスラ解くんですよ。でも理系の子たちっていうのは、こういうですね、9大トップ合格みたいな生徒でも全然取れないんですよね。あまりにもその理系の子たちには英語を勉強してる時間がない。もう理数系だけやってたらもう時間切れです。ということで、英語やってる時間はありませんから、英語はもうほったらかしにして、もう理数系で勝負するしかない。数学も取れません。だから、英語、数学をほったらかしにして、理科2つを頑張るというようなことを、もう関東や関西なんかではもう徹底してます。だから、関東や関西の、まあ、関東の子たちは受けに来ないけど、関西の子たち、9大に合格してるじゃないですか。ね。関西の子たちも9大に合格するし、熊本とか長崎とかね、福岡県外の子たちも9大合格するし、福岡県の子たちだけが合格しないんですよ、9大には。そういうふうなことで、まあ、福岡県の子たちっていうのは、なぜ合格しなくなったのかっていうと、塾とか予備校に行くようになったんですよね、今の福岡県の子たちって。塾や予備校に行くようになっちゃって、そして塾や予備校でいらんこと、英語とか数学とかをですね、やってるんですよ。やるだけ無駄です、これは。うん、はっきり言って、時間と金の無駄です。ね、やってはいけない努力をするんですよ。やらなくちゃいけない努力をやらなくちゃ。理科2つであるということですね。もう今のうちからやっとかないとダメですよ。もう一次試験のね、共通テストが終わってからさ、二次試験対策やろうとか言ってて、9大に受かるわけないですから。最初から理科2つはちゃんとやっとくっていうことです。はい。ということで、まあちょっと今日ね、明善高校の1年生の子が来てたもんだから、ついついこういうふうな話で盛り上がっちゃったんで、ちょっとそのノリで今今日やってますけどですね。はい。よろしいでしょうか。これが大事です。ということでですね、もうこの理科2つが勝負ですよっていうことを押さえておいてください。もう優生高校で1番っていうのは、この筑後地区80万人の中でトップです。ね、トップ中のトップです。で、佐賀県の80万人の中でもトップ中のトップです。もう明善高校の理系のトップの子たちや、佐賀西高校の理系のトップの子たちと張り合えるような、基本的にこの子は東大に合格させないといけないような子だったんですけどね、そういうレベルの子でしたけれども、もう最初から附設高校生がやっているような、佐賀大医学部とかを受験するための私のマニュアルに沿って勉強させていきました。はい、一次試験が粉々ですね。はい、附設高校の生徒たちは一次試験ばっちり取ります。ばっちり取った上で二次試験もばっちり取ります。ね、だけれども、まあ、中高一貫の子じゃないような明善高校だとか、雄星高校だとか、そういうふうなトップレベルの子たちに、一次試験も取らせて、二次試験も取らせて、もう無理ですから、これはね。だから一次試験捨てさせて、二次試験だけやらせてました、この子には。本当はこういう勉強のさし方やってはいけないんですよ。うん、普通はやってはいけません。だから基本的には一次試験をそこそこ取って、で、二次試験の理科2つで勝負だねっていうな感じでね、やるんですけれども、この子の場合は、雄星高校で英語学年1位とかね、数学学年1位とか取っちゃうわけですよ。そういうような感じでですね、もう完全に附設高校生のような、そういう勉強をさせてました。うん。となると、一次試験が崩壊してしまうということですね。普通の高校の生徒は。中高一貫じゃない子たちはもうそれで、一次試験が今度は取れなくなります。
逆に一次試験を取りに行くような明善高校の子たちいっぱいいるんですけれども、一次試験をいくら取ったところで理系の子たちは二次試験でがっつり点を取りますから、もう二次試験でひっくり返しますんで、もう明善高校の子たちとかですね、トップレベルの子たち、まあ、あるいは坂西高校の生徒でもそうなんですけど、もうそういうトップレベルの子たちでも全然通らないんですよ。ただ、坂西高校の場合は、佐賀県の場合は、こういうふうな情報はばっちり、もう地元の子たちがですね、持ってますから、まあ強いんですけどね、福岡県の子たちは、理科をやらなくちゃいけない。あ、そうそうそう。だから、明善高校のある生徒がね、先生の言う通りでしたと、九州大学に行ってる先輩に聞いてみたら、理系は理科2つをやらなくちゃダメだと、ね、英語数学取れないから理科2つで勝負なんだぞって、九大に通ってる明善高校卒の先輩が言ってたんですよ、ね、今頃気づいたんかっていうかね、私の言うこと全然聞かねえなってなことでですね、はい、私の言うことなんか全然聞かないんですよ。だから今年の高校3年生は九大受けて大量に浪人します。もうこれはもう決まってます。もうほぼほぼね、今年の高校3年生というのは、人の言うことを聞きませんから、右の耳から左の耳に突き抜けていくような学年なので、まあ、親御さんとか学校の先生とか、塾や予備校の先生たちはね、ちゃんとそういうことが言い含めておかないといけませんけどですね。はい、ということで、まあ、雄星高校で学年1位、まあ、東大にも受かってもしょう、東大に受かっても不思議がないような子でも、九大の英語は取れなかったということで、これはですね、やべきではないということですね。他で勝負をするということです。もう英語やるくらいだったら、まだ数学やった方がマシですよということですね。はい。ということで、まあ、理科2つを頑張りましょうということですね。はい。ということで、最後まで聞いていただいてありがとうございました。聞いていけばチャンネル登録お願いします。下の方に私のブログ、お便りシート、電話番号などありますので、よろしくお願いします。はい。ということで、以上です。